ということで、まあ、今回ガッチャードの映画でプロデューサーの松浦さんに来ていただきました。いやいやいや、遠江の松浦と申します。いいんですか、そんな恐縮なんですか。いや、こちらこそむしろ出ていただいてありがとうございますっていう感じですけれども、それ僕のセリフです。ありがとうございます、僕のセリフです。いやいやいや、本当にお呼びいただきありがとうございます。いやいや、本当にありがとうございました。久々の現場ですごく懐かしくもあり、はい、また新しくもあり、うん、っていうので楽しかったです。個人的には塚さんに帰ってきてほしくて、はい、もう感無量。嬉しいです。なんか当時見ていただいたんですよね。世代だったっちゃだったんで、うわ、当時世代だった人がプロデューサーになってるっていうのも感慨深いですよね。やっぱディケイドを出すことをお願いしようってなった時に、やっぱしっかり出さないとなって思って、ちょうどかぐやっていう人がいたので、はい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 、そことうまく絡めらんないかなと思って、はい、あんな感じでよろしかったでしょうか。いやいやいや、本当にちょっとかぐや様、うん、近寄りがたいキャラクターみたいな感じじゃないですか。はい、はい、でも司とは何かしらのその昔の師弟関係じゃないですか。関係値があって、はい、他のキャラクターよりかちょっと近しい関係でいきたいなっていうのがちょっとあったりとして、それがあのあれに、そうです、どっかで触りたいなみたいな思ってたんですけど、頭なのか肩なのかと思ってたんですけど、でもあれも田崎監督気に入ってました。台本でカタカナで顎クイッストライク人。あ、いや嬉しいですね。そういうのはやっぱり用意してきてよかったな。いや本当に井上さんから出てきたアイデアまさにって感じでした。なるほど、ちょっとゴージャスのかぐや様にちょっとアゴクイをするということで。そうですね、もうさらにゴージャスを上回って上回ってるわけじゃないですけど、なんかする人いないじゃないですか。いないですよ、かぐや様。あれは司にしかできないと思います。いいかなっていう。で、多分かぐやもちょっと嬉しいんです。本当ですか。ちょっと嬉しかったと思います、あの瞬間のかぐやは。永田くんじゃなくて、永田くんじゃなくて、永田くんは分かんないです。もう短い撮影でしたけれども、はい、大丈夫でした。僕いや、もちろんでございます。司っぽかったですか。ぽかった、めっちゃぽかった、はい、写真を投げるシーンがあるんですけど、はい、投げるとこじゃなくて、この斬新、斬新。投げた後のこういうやつですか。そう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 、それが監督とモニター見ててあ、これが司だよって。じゃあ多分意図してされてないところがやっぱ司なのかなってところもあって、染みついてらっしゃるのかな。無駄な動き好きなんですよ。そういうところがこう司っぽさが出るところかなと思ってて、あご、うん、食いした後のちょっとした指の動きが好きなんですよ。あ、でも分かります、キュッキュッみたいな。いや、それがっぽさにつながってるのか。一つちょっと皆さんにごめんなさいと言うとしなきゃいけないのは、この映画全体の脚本は長谷川圭一さんって方が書いてるんですけど、はいはいはい、このパートだけ基本的に僕が担当させていただいたんですよ。長谷川さんにお願いするのも、はいはいはい、申し訳なかったというか、脚本書いてくれ、まあ、セリフのちょっとちょちょってちょっと、じゃあこれ D さんと D 組に囲まれるレジェンド、これ書かれたんですか。書きましたけど、カタカナが多いっていうのはライダーあるある、はい、A カーテンからの銃撃が D さんをひるませる。もう何のことやねんみたいな。オーロラカーテンからの銃撃がドレッド3式をひるませる。それでどうしても大体分かったをどこかに入れたかったんですよ、はいはい、でもどう頑張っても入んなくて。なるほどなるほど。なんでそれが言えなかったので、ファンの皆様には申し訳ございません。大体分かった確かに入ってないです。本当一番最初は無理やり入れたんですけど、言わせてる感じがしちゃったんで、ちょっとなるほどなるほど、忍びながらこう消させていただいたんで、ちょっとそれはどっかでまた機会取っといてということで。なるほどなるほど、すいません。あ、別に何でもいいんですけどね。大体分かった方がなんか決め台詞とも思ってなくて。あ、そうなんですか。通りすがりの仮面ライダーで覚えておけば、まあ、そうかなと思うんですけど、今回でもそれをかぐやがかぐやにちょっと言ってくれるというのはちょっとエモいですよね。ここ、ありがとうございます。ついちゃんかぐやにも、まあ、ここはやっぱディケイドを浮かびながらっていうのは最新で、伝説を超える仮面ライダーだ、覚えておけ。すごいいいじゃないですか。俺本当に井上さんにやっていただいたから、すごい説得力が出たし、なったと思うので、ありがとうございました。かぐや様となんか共演すごいしてみたかったんで。あ、よかった、本当楽しかった。いや、こちらこそ。この映画ちょっとどういう映画にしたいとかっていうなんか思いとかってあったりしますか。夏のあのお子様たちがやっぱ楽しんでいただける映画ではありつつ、そのガッチャードファンが心に残るような映画、はい、心に傷跡を残すような傷跡残しちゃダメでも暗いてかシリアスな話ではあるんですよ、はいはいはい、いろんなものを失ってしまった主人公が再起していくストーリーなので、うん、はいはい、やっぱ速攻でズンと食らっていただくところがあると。今後かぐや様はどうなっていくんですか。それはかぐや様次第ですかね。かぐや様と皆様の応援次第なんで、ディケイドも応援いただけたら、その力によってかぐやも今後どう羽ばたいていくかが変わっていくと思いますので、皆様も声援を応援しておりますよ。サポーターになっていただけますか。かぐや様応援してます。あ、やった。応援してます。偉い人に伝えておきます。ということで、じゃあありがとうございました。こちらこそありがとうございました。すいません、わざわざお呼びいただきました。こちらこそありがとうございます。